きく騙されたんですよ。ある時その頃耐えられなくて、私はもうこれじゃダメだと、で修行に出ようと思ったんですよ。ありがとうございます。ママが運転してきたんですか？私運転してます。いやちょっとありがとうございます。今じゃあお盆休みってことなんですか？お盆休みです。銀座はクラブはもう休みですか？もう10日間ぐらい休みですね。ママもじゃあ今日休みでこれからどちら行かれるんですか？断食です。断食？断食ですよ。お休みに断食されるんですか？断食が好きで早く行きたくて仕方がないです。一日も早く行く。断食っていわゆる何も食べないでずっと過ごすやつですよね。結構やられてるんですか？かなり、もう20年ぐらい経ちゃったから私。はい、場所はどこからってるんですか？今日は茨城です。あ、茨城まで、はい、何日ぐらい行かれる予定なんですか？今回はね、あんまり時間取れなくて、今夜も入れれば3泊です。え、3日間何も食べないんですか？今日は全然食べない。なぜ断食やるのかとかちょっと気になりますけど。じゃあ、まあ、着いてからゆっくり話します。ああ、本当ですか。ありがとうございます。なんかすごくこだわりがありそうです。そうですね。いや、今日やばいんですよ、これ。なんでやばいかというとですね、到着した時に閉まってる可能性がある。門が門閉められたら入れないっていう車。もっと早くじゃあ行けばよかったと思います。自分で持ってたアルファードの、はい、そのキーが電池切れてたっていう。だから10時まで着けばいいんですけど、このナビの様子だと微妙なんですよ。酵素ドリンクと塩ぐらいですよね。そうですね、マスティングっていう感じで、うん、とハブティカ、はい、がついてるぐらい。じゃあ僕もママと同じで全然何もわからないんですよね。やったことがないというか。あ、じゃあやってみましょう。全く何も食べない、飲まないっていうわけでは、じゃないじゃない。天然の塩は体に入って、は天然の塩を舐めたり、酵素ドリンクをちゃんとしたお水で割って飲む。へえ。酵素ドリンクの一泊分になりますので、お手渡しさせていただきますね。はい、
っと中見てもいいですか。めちゃめちゃ広いですよ。うわー、すげえシンプル。これは今日はもう遅いんで、はい、お疲れ様です。ありがとうございます。無事入れました。ありがとうございます。運転お疲れ様です。おやすみなさい。お疲れ様です。乗馬の予約入れられたんで、はい、久しぶりに大馬さんに乗ろうかと思って。乗馬、はい、ついてても大丈夫ですか。あ、もちろん全然大丈夫です。はい、お願いします。はい、私もうすっかり空腹なくなりましたけど。僕は力が出ないです。力出ない。あ、そう、なんでだろう。酵素飲んでますよね。力出ないんだ。なんか背徳してる感じあります。目やにが多いなとか、ちょっとだるいとかだったらもしかしたら背徳症状かもしれませんね。かもしれない。うん、3日ぐらい経ったらもう元気なんですけど。ここでカート乗ります。じゃあ私運転してますんで。よいしょ。ちょっと痩せたから体が軽い。おはようございます。お願いします。じゃあお願いします。はい、はい、さくらちゃんでいいですか。あ、さくらちゃんいいですね。さくらちゃん、ママお気に入りの大馬さんいるんですか。はい、あのよくさくらちゃんに乗ります。なんでですか。さくらちゃんね、なんだろう、なんか乗ってるうちにさくらちゃんが一番しっくりくる。今日8月の15、あっという間だな。あっという間ですよね。やばいな。忙しいですかね。必ず先生、事務仕事たっぷり持ち込んでし、事務仕事持ち込んだらなんか会議ばっかりで進まないんですよ。そうですか。ええ、その防弾チョッキみたいなのは何ですか。防弾チョッキ。防弾チョッキ。馬から落馬すると大変ですからね。そうか。馬はなんか後ろがびっくりするんですよね。見えないところから音がしたりとか、急にバッタバタバタって走ってくると困ったりで。僕は走らないです。てかもうフラフラで走れない。じゃあ行きますか。前からでしたっけ。前から。よいしょ。あゆさくら、おはよう。久しぶりですね。くるみちゃんでいきますか。あ、これくるみちゃんか。はい、あ、そうか、間違えた。こんなだけだった。くるみちゃんでもいいです。さくら、くるみちゃんなんかされるが。ああ、さっきまで晴れてたのにね。そうですね、ちょっと問題ないですよ ね。うん、ちょっと立ち上がってても平気ですか。大丈夫です。大丈夫ですか。ちょっと鍛えたくて。もう十分だった。ダイエットしないと。今回短いんで。痩せましたよね。いや、太ったんですよ。本当ですか。でもこの2日ぐらいちょっと痩せました。すごい。断食効果がてきめんに。そもそもなんでこの断食っていうのをやってるんですか。もう私の中のお休みの定番なんですよ、うん、旅行に行ってもどこかで絶対最低3日は断食にいたいっていう、断食によるデトックス効果、もう本当にそれが楽しみでしょうがないです。いつも体が軽くなっていく自分が分かる。
痩せるし、普通に生活してたら断食ってなかなかそんなやろうとも思わないというか、きっかけはあ、ホステス仲間でやっぱり美容オタクみたいな子に断食行ってみたらすごいですよって言われて、へーって何それ修行って言ってたんですよ。私修行にも行きたかったんですよ。もっと自分を高めたいとか厳しくしたいっていう中で大きく騙されたんですよ、ある時。その頃いつぐらいの話ですかそれ。もう20年ぐらい前だと思うんですね。自分がものすごく信用していた男性にすごい裏切りを受けてというか、まあ甘かったんですよね。お金を預けちゃったんですよ。全部で確か2600万ぐらいあったと思うんですよね。それ飛ばれてですねちょっと耐えられなくて、私はもうこれじゃダメだと、で修行に出ようと思ったんですよ。でその時にその子が言ってたことを思い出して、まあやってみたかったし修行にもなるし、1週間私耐えられるかなって、食べないなんてってって思って、自分を鍛えるためっていうか今はしめるために行ったんですよ。めちゃめちゃ楽しかったんですよ、断食が。はい、朝早く二日酔いなく起きて窓開けて山の空気が綺麗で、もう掃除したくなっちゃって、もう雑巾掛けでもしようかしらみたいな、いやなんて気持ちがいいんだろうと。でお酒飲まないでしょ、食べないでしょ、で排毒症状が起こるんですよ、うん、朝起きたらなんか目やにがびっしりとか、なんか下ゴケって言って口の中がなんかこうね、うん、ネバネバしたりとか、1週間で自分がどんどん元気になるのが分かって、なんて楽しいんだろうと思ったんですよ。大好きなんです、断食が。すいません、一人チェックアウトで、送りの車ってありますか。じゃあ2時で予約しといてもらえますか。はい、私はまだおりますので、はいはい、ありがとうございます、失礼します。すいません、ちょっと急な予定が入っちゃって、もう断食途中ですけどもはい、1日2日間ぐらいから。どうでした。いやもうちょっと今、うん、若干脱力感がすごくて、脱力感が、なんだろう、背徳症状かな、ちょっと分かんないですけどね。元気になりました。私めちゃめちゃ元気でしたよ今日そういうもんなんですか。めちゃめちゃ元気になりました。3日目4日目とかもうぴょんぴょん飛び跳ねてるんですね。